はいどうも皆様こんばんは。ハリウッド俳優のシャギーでございます。本日はですね、こちらウエスト LA ですねにある、ウエストフィールドセンチュリーシティウエストフィールドという、ショッピングモールにやってきております。このモールはですね非常に高級感があって、で2階建てですごい開放感がある形で、なんて言うんでしょう、モールが形成されている、設計されているので、しかも高級なんですね、ちょっとね。なので非常に人気があるモールになっておりますので、まあ本日はねコロナ禍の真っ最中の1月21日バイデン大統領がね就任式を終えた次の日でございますけれども、まあコロナ禍の、この巨大ショッピングモール一体どのような、形になっているのかっていうのをね、撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではね、今日もね、ウエストフィールドセンチュリーシティ行ってみよう。ここね、端っこなんですけど、で下に見えるのが一応ね入り口っていう感じのね、になってますね。見えますかね、ここが下が入り口ですね。ほんで、ここ2階部分になってます。で、まあ、2階部分の方がねこう空への開放感と、あと下もねこう吹き抜けで1階も見える形になってるので、非常に見晴らしがいいというか、このセンチュリーシティウエストフィールドの魅力を味わえるという形になってますので、ちょっとね、行ってみたいと思います。ちょっと寒くなってきましたけど、ちょっとね、日が暮れてきたんで、今、時間的には5時ですね、このね。いやー、本当にね、余裕がある方々しか来てないような、なんかこう、感じがあるモールですよね。センチュリーシティ。駐車場も基本的に、まあ1時間無料なんですけど、その後ね、有料になってしまう。お金に余裕があるところのご子息たちが、こう、羽を伸ばしているという印象のね、大きい、センチュリーシティ、ウエストフィールドですけれどもね。このウエストフィールドっていう、まあ、会社はいろんなところにモールが あるんですけど、ここはまあ本当にその中でも代表的なお金をかけた、モール、ショッピングモールという形ですね。はいはい。まあね、こんな景色のいいところだと、すごい飲食店がね、いっぱい営まれているんですが、この隣にあるのはフードコートですね。ただ今、営業がある、飲食店になると、全部テイクアウト営業でしか、まあ、今やってないような状況ですね。こういうところも非常に広いんですよね。シェイクシャックがありますね。まあ、日本でも多分有名な、ハンバーガー屋さんですね。ハンバーガー屋さんの中では一番なんか高級感のあるハンバーガー屋さんじゃないかっていう感じですよね。ちょっと入ってみましょう。あらーってね、ここね、今壁があるところに味仙ラーメンっていう日本のねラーメン屋さんがあったんですけど、潰れちゃったみたいですね。まあ本当にアメリカを代表するような、ファーストフードなどは全部ここに集まってる感じになりますね。すごい巨大なフードコートですね。そして、こちらを抜けていくと、アメリカを代表するね、映画館チェーン、AMC の、映画館、巨大な映画館のね、の建物が見えるようになってます。ただ、映画館は、まあ、このロサンゼルスや、すべての映画館は今ね、閉鎖中っていう形ですかね。全くやってない状態ですね。すごい豪勢な。ただ、古き良き時代の映画スターたちがすごい飾られ、なんて描かれてますね。AMC、残念ながら今やってませんけどね。
テネットの広告が掲げられてますけどね、テネットが上映されたことはないんじゃないかな。それではこちら側に行ってみましょう。あ、野外ジムで運動してるみんな、すごいね。でここステージみたいになってるんだ。ディズニーショップ、ディズニーショップもあるね。でこっち側から行っていいですか。ディズニーショップもあるね。で、並んでないね。すごいね。これ4階建てだね。ああ。そして、こちら下に見えるのが優雅な感じでね。メモリアルパークって形で、なんかこう、ここの、警備を担当してた方の、メモリアルですか、称える形で、今ね、広いこの中庭が開放されているという形になってますね。ノードストロームっていう、高級、服飾を扱うものですね。もうございます。いや、しかしね、こんな形ですごい豪勢というかね、こうゴージャスな感じの中庭ですよね。では全体的なモールの設計自体がこういう形にはなってますね。すごいなぁ。4階部分全部ね、あれですよ、ジムになってますね。野外ジムで、みんな運動してますね。すごいなぁ。こんな、なんか、ちょっと、石のモニュメントがあったりして、すごいですね。高級感のあるショッピングモールですね。なかなか日本ではこういった高級感のあるショッピングモール、なかなか見ないですね。あれ、アシックスのショップがある。アシックスは日本のメーカーですよね。靴メーカー、アシックスのショップもあるんですね。びっくり。すごい、なんだろう、この、かっこいい電気自動車みたいな。トローっていうメーカーですね。エレクトリック。うわ、すごい、これ三輪だ。いいのかな。三輪メーカーソロっていうね。これギャップ、ギャップとかザラとかね、もう当然のようにアメリカのなんか高級モールには入ってます。ウエストフィールドには入ってますね。ここはレストラン街ですね。ここがカフェかな？なんだろうこれ。チョコレート屋さんかな？ここは海底火鍋。鍋やん。ちょっとなんかね、中国語っぽいですよね。中国系のレストランっぽいですけど。あれ？これカップ麺みたいな感じなのかな？なんか売ってますね。海底鍋。多分中国系のね、鍋屋さんですね。お鍋。ホットポットプレイってやつですね。はい。おー、で、ここ名シーンで。なんだろう、これ。全くこれ何のキャラクターかわかんないですけどね。カエルさんたちがいますね。カエルさんたちが楽しそうですね。怖いね、この目が。いやー、なんか三井アウトレットモール的な、なんか感じのフラグに入ってきましたね。あれ？やばい広告を発見してしまいました。ラーメンなぎ？ラーメンなぎ？夏開店予定？やばくないですかこれ。ちょっとこれやばくないですか。なんかラーメンなぎって新宿にありますよね。新宿のなんかゴールデン街とかに、なんか近くを拠点に展開してる有名ラーメンチェーンなぎですね、これの広告がこのウエストフィールドのモールにありますね。なんとね、書いてありますけど、
2021年今年ですね、今年の夏にこのラーメンナギエウエストフィールドに進出する予定ということですね。すごいっすね。ちょっとこれは私的に注目情報。いやー、これはちょっと注目情報来ましたね。ラーメンナギ？ナギが進出するんだ。このコロナ禍の大変な時代にね、絶対にテイクアウトラーメンやるんでしょうね。だって夏までに絶対解決しないですからね、このコロナは。ギルモアガール？ギルモアガール？ギルモアガールってなんかテレビドラマでありましたよね。そういうフューチャリングした感じなのかな。そしてこれがコーヒーショップ、スターバックス的な？おしゃれですけど、閉まってますね。コロナ禍の影響をもろに受けて。ここね、カリフォルニアピザキッチンって有名なチェーン店なんですけど、確かね、潰れたはずですね、コロナ禍の良さを受けて。潰れたのにまだ営業しているというね、ことになってますね。はい。そうしましたら、ちょうど一周、ウエストフィールド、もう一周して、センチュリーウエストフィールド一周して、戻ってきましたね。ここに。はい。ウエストハリウッドの風景が一望できる、この、まあ、2階部分がバルコニーみたいになってるっていうね。まあ、さっき、ここから始めましたけど、もう日が落ちちゃってますね。完全に日が落ちて、さっき見えなかった、ウエストフィールドセンチュリーシティっていうね、看板が、これ、見えますよね。よっしゃ。見えると思いますが、こんな感じで。あるかな？あるはず。という感じでございました。どうしましたら、今日はこの辺で、ハリウッド俳優のシャニーでした。バイバイ。